うわー、これしかないか。どうもー、ちょっと口濡らしてもらいます。失礼いたします。やばでも鏡ないわ。あった、これをこうして、あ、ちょうどいい。あー、えい、あ、来た、口の色出てます。口の色は欲しいな。こんばんは、こんにちはこんばんはって言っちゃう癖で、こんにちは。うわ、どこやリップ。絶対これ実物で見たら、あ、やばバリ色濃いやろうな。こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。どんな場所から配信してんねんって感じなんですけど、はい、こんな机の角から、こんにちは。こんにちは。あ、こんばんはって言っちゃう。上にマイク見えた？マイクありますか？前なんか影が。まあいいや。あんまこのアングルなくないですか、私珍しいアングル。こんにちは、珍しいアングルです。こんにちは。ちょっと今日は、昨日は夜遅くやったんですけど、今日はちょっとこの時間にやってみる。みんな明日の青春公演、髪の毛何しよっかな。何がいいですか。なんか下すぎるな、これ縦にしたら。でも皆さんの画面そんな困んないですよ。縦にしよう。縦にして、お疲れ様でーす。食べてないな。やばい、膝落ちる。明日は一番似合うやつしたい。クラゲなー、明日も公演お邪魔します。お、お待ちしてます。嬉しい、少量しいっぱいいたら嬉しい。待ってます。どうしよう、何が一番わかった。じゃあ可愛いのは全体前提で、何が一番似合うか、明日までにぜひ考えて送ってきてくださいやっほー、今日は早め。今日は出口とおランチしてきた。
韓国料理のおランチ、久々に食べた韓国料理、タイ、サムイ島以来かも。サムイ島でタイやのに韓国料理食べた。美味しかった、キンパ。そう、そういえば昨日のさ、ラジコの藤崎マーケットさんの最終最後の回やったから、あの卒業された堀しおんさんもね、駆けつけてくれてて、か、うん、そう、久々に会いました。卒業してから一回も会ってなくて一回も会ってなかった。絶対ご飯行きましょう言うて、はい、近っ。なんか画面めっちゃ汚れてない？そう、ストーリーに写真撮り忘れたって書いてたんですけど、撮り忘れてた。あ、ご飯作りながらやから聞きせん、いいね。何作ってるんですかって聞いても、そっか、ご飯作ってんのか。私は今日の夜ご飯はどうしようかな、芋今日の夜ご飯芋です。私多分きっと。こんにちは。今日はいつもより肌が白くないですか？照明のせいですかね、多分きっと。なんか最近私多分きっとってめっちゃ使ってないですか？めっちゃ使ってる気する。肉じゃがいいやん。うーん、さつまいも、酢豚と豚汁ととんかつ。豚やん、いいね。豚肉美味しいよね。わあ、スパイスカレー作んの、いいな。ちょっとうち持ってきてよ、激辛スパイスカレー作って。ケンタッキーが鳥の日で安い。そうなん、鳥の日今日な、3月28日。何、ケンタッキーな、もうほんまクリスマスにのオンライン話し会で用意してくださってたケンタッキーのチキン以外食べてないな最近。ほんまにめちゃくちゃ美味しいよね。でも将来もたくさんありがとう。いえいえ、たくさん見てくれてありがとうございます。こんにちは。公園しおりちゃんうちは持って結構行ってるけど、どれくらい覚えてくれてる？どのうちはやろ。そぼろ丼作ろうと思ってる。お、またじゃあ、あの作ったよって報告待ってます。でも結構しおりうちわ持って公園来てくれてるなら絶対顔見たら覚えてると思う。焼き芋食べたい。
食べて食べて。マクドのポテトも安いよね。今あの M サイズが L サイズ、L サイズが M サイズの値段で食べれるみたいな。ニワトリ？ニワトリ28でニワトリ。へえ。なんだかんだ自分で作るよりココイチ。カレー？カレーは甘口中辛辛口どれが好き？激辛が好きです。ちょっと前は甘口しか勝たんやったんですけど、お家のカレーもお店で食べるのも。けどなんか最近ほんまに激辛が好きになった。カレーも激辛自体は大好きで、でもカレーだけいつも甘口だったんです、ちょっと前までは。けど最近はカレーも辛口が好きになった。こんにちは。最近ジョニスさんと会えてる？お仕事頑張ってるみたいで、はい。あ、でもなんかたまにすれ違う、たまにすれ違う、どこで？たまにそこら辺で、劇場のそこら辺で。しおりちゃんのお顔の写真つけて、しおりうちは作ってます。あー、女性の方ね。ちょっと今度来たら誰誰ですってちょっとあの言ってください。全サイズ250円。じゃあ L 買わなのな。 L 買わな、もったいないな。もうマックのポテトもどのくらい食べてないんやろ。私絶対あれ一回食べたら止まらんなる。絶対そう。明日までなんや。250円。最近しおりちゃんの影響で辛いの食べ出すとココイチ10辛まで食べれるようになった。すごい。なんか嬉しい。一緒に激辛極めていこう。次じゃあ20辛いきましょう。一日店長お渡し会行くので、かりんちゃんしおりちゃん推しよろしくお願いします。2人、あ、よろしくお願いします。タイで辛いの食べた？食べてないな。でもフォーにめっちゃ辛いのは入れて食べた。鶏のスープが、透明っぽい鶏のスープがもう真っ赤になるぐらいまで辛いの入れました。こんにちは。明日の公演メンバーのこと下の名前で呼んでみてほしい。時間があれば頑張ってみます。はい。他人が作ったご飯食べたいからしおりちゃん我が家に作りに来て。あ、じゃあ交換しよう。私も行くから来てくださいね。私も人の作ったご飯が食べたい。いいよ別に、ほんまにさ、卵焼き、味噌汁、白ご飯、豆腐ハンバーグとかでいい。肉じゃがとかでいいから、カレーでもいいから、ルーのカレーでいいから、人が作ったやつが食べたい。なんかやっぱちゃうよね。味は一緒かもしれんけどさ。20辛って10辛にデスソースとか唐辛子入れるん？ココイチの普通にメニューで選べて、なんか5辛10辛15辛20辛かっていうメニューがあって、自分で入れるっていうより元からそういう選べますね。100からなんかあんの？お顔が本当に可愛い、ありがとう。嬉しい。
辛いの好きだけどすぐむせる。辛いのでむせるってちょっとなんか酸っぱい方ですかね、食べてるの。辛いのであんまむせたことないかも私。水田さんか、水田です、どうも。自分が作るご飯飽きるよね。飽きてんのかな。なんか飽きたかどうかは分からんけど、たまになんかやっぱ人が作ったご飯食べたいなとは思う。10辛のレシートとかいるんかな。ああね、なんかそう、私も調べてて、ココイチのなんか何辛まであるんかなとか、いろいろ前ね食べた時、なんだろう、なんかサイトにはそうそう10辛とか、その最初5辛完食しないと10辛頼めないみたいな、なんかそう、なんか証明書みたいなのがいりますみたいな書いてたけどさ、って書いてたからお店でさ行ってさ、あこれ普通に頼めるんですかって聞いたら、はいって言われて、いや何もいらんのかいってなりました。そう、なんか調べたらこの辛さの食べれましたっていう証明書いるみたいに書いてたけど、いらんかったから、いきなり10辛とか言ってもよかったのにって思った。今の話伝わる？自分でも何言ってるんやろうって思ったけど、公園の先輩のお下がり衣装誰の着てますか？公園の先輩のお下がり衣装、ああ100年先でもから着てる衣装かな、あのダマスク柄の。私は最初は誰やっけな、最初誰か違う人の着てて、あ違うな、うん違うわ。今私後半の衣装はいじりあんなさんので、であのパステル柄ギブミーファイブから着てる衣装は本当は自分の着るはずだったんですけど、ちょっと形違うやつにしたくて、違うメンバーの後輩のやつ着させてもらってます、ね。自炊飽きるから毎日献立の中に新しいレシピ一つ増やしてる。偉い。私なんてもう別に食べるん自分やし、なんかもう、でも飽きたとかはあんま思ったことないかもな。食べれたら本当に何でもいいって感じ、うん、こんにちはこんにちはこんにちは、頑張ってください、ありがとうございます、初見です、ありがとうございます、こんにちは。はじめまして。こんにちは。なんか私な、基本何でもほんまに美味しいって思っちゃうからな。こんにちは。今日ねスタバのねコーヒーのコールドブリュー、なんて書いてたっけな、なんか昨日からスタバでコーヒーにオリーブオイル、まあ、なんかオリーブオイルみたいなんとコーヒーが混ざってるやつちょっと調べてみてくださいがね、全国で展開されたんかな、分からんけど、まあそれが昨日からで、多分元からあったんかな、どうなんやろ知らんけど、美味しかった普通に。それが今度見つけたら皆さんも飲んでみてください。なんかコーヒーと
あ、それコールドブリューは水出しコーヒー、多分それアイスしかなかったからの上になんか泡、オリーブオイルみたいな、多分オリーブオイルなんですけどの泡が乗っとって、そう普通に美味しかった。最後らへんなんか美味しかった。レシートあるかな、あ捨てたわ捨てた捨てた。今から行ってくるスタバ、行動力半端な、いつもインスタ見てますよ、ありがとうございます、嬉しい。ストーリーも見てくださってますか、今日はなんかいっぱい更新してますね。なんかスタバ徒歩3分、太っちゃう、そんな太るしお金なくなっちゃう、そんな毎日朝昼晩行っちゃうよ勝利ちゃんのスタバのおすすめブラックコーヒーですブラックコーヒー、アイスのブラックコーヒーか、アーモンドミルクラテ以外あんまのマンカムか、抹茶、抹茶のやつ。クワちゃんありがとう。飲む率で言ったら1位ブラックコーヒーアイス、スターバックスラテかな、まあ、ブラックコーヒー、アーモンドミルクラテ、抹茶かな。もうほぼでもコーヒーしか飲んでない、ほんまに。去年1年で20万円ぐらい使ったスターバックスカフィーにですかコーヒー、いやでも近くにあったら絶対行っちゃう、私はしゃあない、それはもう。難波のスタバで店内にしたら電気屋さんの店員さんとすげえ目合う。そうなんや、私あんま周り見てないから気にしたことなかったな、今度見てみよう店内にして電気屋さんの方見つめてみよう。しおりちゃんに話したいことがたくさん溜まってる、話そう、マジで私も話したいよ本当に。握手会まで遠いな、でもまあ6月かすぐか。オリアートゴールデンフォームコールドブリュー、それかも。すごい調べてくださったんですか、優しい。オリーブオイル熱に弱いからコールドしかないのか、そういうこと。美味しいコーヒー飲んだらインスタントコーヒー飲まなくなった。どれが美味しいですか、教えてください。私あの酸味が全然なくてほんまに苦いコーヒーが好きなんですけど、やばいやめて何まで見かけた、ほんま恥ずかしい。全然声かけてください、多分すっごい早歩きやからかけにくいと思うけど、こんな顔して早歩きやと思うんですけど最近掃除してますか。今日の朝はしてないな、昨日の夜しましたよ。いつもドライヤーした後に掃除してます。私はコンビニコーヒーで満足。あ、でも私もセブンのコーヒー好きですよ。一番近いスタバ自転車でのんびり3分半、いいね。あ、スタバねポイント貯めれるよね。9000円分貯まってんの、すごい、飲み放題やん。田舎はスタバはドライブスルーでしかない。私さ、それこそあの5期生3人4人でアーヤンと3人で淡路島行った時さ、初めてそこでスタバにドライブスルーがあることを知りました。
最近だから割と最近でもないか。うん。未だにタピオカ好きで飲んでるわ。いいやん。私も好き。タピオカもな、毎日飲みたいわ。できるなら毎日飲みたいぐらい美味しい。好きやで私も。なんかね、この前何やっけな、タピオカ誰かメンバーが飲んでてさ、でなんか冷蔵庫ちょっと入れてて、ほんならさタピオカ固まっちゃって、まあ美味しくないやんあんまり。だからどうしようって言ってて調べてたら、なんか電子レンジで温めたら復活するらしいんですよ皆さん。そう、初めて知った。タピオカ美味しいよなマジで。あ、そっか、冷凍のタピオカあるくらいやもんな。確かに確かに確かに、カニカニ。こんばんは。いつからがこんばんはなんですかね、時間って。18時からかな。大阪に1杯15万円のコーヒーがあるとか。どこに、逆にでもちょっと飲んでみたいよね。一杯十、どのくらいの量なんやろ。まあでもコーヒーカップ一杯分くらいか。こんばんは。暗くなったらこんばんはしてます。そうだよ。もう暗いかな、全然わからんな、ここ窓ないわ。ゴミ捨てるの忘れんとかな。これ私の。脳内で15万円の感動 VS 15万円の後悔になる。18時過ぎたらこんばんは言うてた名前の職場は。ああ、そうなんや。やっぱでも大体そうか。私もなんか無意識に多分18時やからこんばんはかなーってなってたな。八尾のミュンヒっていうお店が1杯15万円のコーヒーがあるんですか。これ八尾で合ってるような読み方、八尾。私もまあ未だに難波以外のほんま土地がわからん。高槻と茨城はわかるよ。と、うん、ちょっと下の方が全然わからんマジで。しおりん今どこいるん。そうですね、大阪にいます。飲み物は何飲んでることが多い。水ですね。うん、水。いた。水やな。水。めっちゃ言うやん。水しか飲まんぐらい水やな。マジでジュース飲まないです。こんばんは。か、ま、ブラックコーヒーか。うん、水やな。お茶とかよりも水。なんかお茶飲んだらさ、歯に着色するんが気になって、なんかすぐ歯磨きしたくなっちゃうから、結局水やねん。いろいろ考えた上で水が一番。ハローフロームタイラ花店？ん？花店じゃなくて花店？
花店？花店？やたしちゃんと教えてくれて花店？今仕事終わった、お疲れ、今日もお疲れ。しおりちゃん、ラバーシュは神だよ、ありがとうございます。花店、え、花店、マジで初めて聞いた。すごい初見です、ほんま、ありがとうございます。違う、さっきのアクセント、え、花店じゃないの？何も関西難しいな。通知見て配信もう終わってるかもって思ったらまだしててくれて、ハッピー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 言うてたらスタバついてんけど、お、何頼みます？あの今言ってたやつ頼みます。まあでもきっと好き嫌いは分かれるでしょうね。私なんかさ、え、これ美味しいんかなっていうやつとかさ、そういうのをなんか興味で頼んじゃう人、何も考えてないから。今日しおりさんもラビーもおらんねん、裏切り者を心身から、どういうこと？ああ、公演？劇場公演？昨日の話かな？ん？今日？どういうこと？関西人は花店？え？ほんまにやってる？これ花店中古車センターの CM でみんな知ってる。へえ、ありますよね。でも関西人にしかなんかわからんやつありますよね。実は初見じゃないです、やっぱりなんか名前ね見たことある雨降ってんの？マジで？ちょっと待って、うわ、そういえば17時ぐらいから今日降るって書いてなかったっけ、やばいって。花ん？花店の名がちょっと上がる感じ、花店？花店？花店？勝利のいない青春公演初だった昨日？あ、そうかな、そう、うん、そんなことないで、2回目。花店、花店中古車センター？難しいやめよう行けま、やばい、この部屋めちゃくちゃあったかい、どうしよう、出れんこっから、眠じゃなくて寝れる、やばい。でもそろそろ充電がやばいんで終わりましょうか。え、てかさ、今日めっちゃ暖かくないですか？めっちゃでもないけどさ、もう多分今夜やし、日落ちてるから寒いやろうけどさ、昼間外出た瞬間さ、朝、え、なんかあったかって思った。傘忘れないで今日持ってきてないんです、だからやばいって私びしょ濡れで帰ることになる。ラバーシュのしおりんの顔好きです、ありがとう、これからもいっぱい見てください、割とこんな顔してるからこの時間はぬくいかな、あ、まだぬくい？ぬくいって久々に使ったな。
え、でもぬくいって大阪の方言でしたっけ。方言っていうか、大阪でも言います、愛媛でも言ってた気する、ぬくいって。え、ぬくいって何って言われたことあるな、小島に。傘持ってお迎え行きます。え、マジ来てくれます？明日の、ん？明日朝まで止まないよ、放雨？やばいやん。いや、本当にマジで私でも方言マジで出てこん。最近さらにないかも、ほんまに方言出てくること。忘れた。四国、あ、四国じゃない、高知でもぬくい言う、四国は言うんかな。あ、確かにそうなんかな。はーい、はーい、ハロー。おかん香川やから、またたまに言うてる、ポロッと出てる。へえ。明日は何時くらいの配信になりそうですか。明日はね、明日はどうしようかな、公園。明日は公園終わり、公園終わりかな、公園終わりかな、多分。いや、どうやろう、どうやろう、ごめん、ちょっとわかんない、ごめん。けどやるはやる。オリーブオイルは店舗によって取り扱いが違うらしい。あ、え、そう、ないとこも多分あんねん。もしかしてなかった？ごめん、ごめんやん、なかった？そちらの店舗、そちらの店舗。桜田さんとショールームしてほしい。あやぴょんね、次 M またぎますもんね。そうやんな、またがんけ。いや、もうまたいでんのか。徳島でもぬくいと言いてる。じゃあ四国は言うんか。明日も配信します。配信自体はするんですけど、その何時にできるかがちょっとわかんないな。朝は絶対ないですね。でも、コールドブリューにしといた。アクティビティだけ一気に全部読んだ。ああ、ルームスですか、ファンクラブ。ありがとうございます。危な、明日できんの桜田さんと。ああ、ショールームの話わかんないです。あ、今何分やろ、今何分ですかね。ちょっとあの時計ないんで教えていただいてもよろしいでしょうか。すみません、何分やろ。22分、ありがとう。そろそろね、公演も始まるんで、公演前の15時くらいだと休憩時間で見れるけど、15時はリハーサルしてますね、多分。してるかもしれん、ちょっとごめん。いいな、オレンジの光いいな。お家もオレンジの光にしたい。しおりんと桜田さんのコンビめっちゃ好き。あ、そうなん。あんま、まあでもたまに見るか、たまに。遊びに来たい、ありがとう。ルームス入ると知れることが多くていいね。お、どんなこと知りました。ここで言わんでいいけど。そう、ルームス、やっぱファンクラブに入るとね、やっぱその子のこと よりマジで知れますよね。やっぱ考えてることとかが文字になってるのがいいよね。ああ、そうね、ほんまにそう。でもしおりんと新沢さんのコンビもめっちゃ好き。ありがとうございます。
奇跡のみかん食べた、あ、だいぶ前にもらってすぐぐらいに食べましたよ。ツンツン小島またくださいよ。どういうこと？ツンツン小島またくださいよ。ツンツン小島？あ、そうだ、私ピアスのキャッチなくしたんやった。危ない、落とすから取っとこう。あ、なるほどね、一回配信切れちゃったからそういうことか。13位本田さん、12位が野原しんのすけのすけさん、11位が俺が払うよさん、10位がおさむさん、9位が葵さん、8位がケイタンさん、7位がイートさん、6位がワンタンメンさん、5位がエサーチさくらさん、4位がたかしさん、3位がかっちゃんさん、2位がひとしさん、1位がエンドロールさんです。ありがとうございます、ありがとうございました。今日も可愛くて癒されました、ありがとう、見てくれて、みんなが見てくれて今日も嬉しかったよ、嬉しいよ。急なランキング発表は、はい、通常運転でやらせてもらってます。明日の公演頑張ってね、はい、ぜひ来られない方は DMM 配信でチェックお願いします。またね、ありがとう、おきに、また明日、ありがとう、ありがとう、ありがとう、明日劇場で、お、来てくれるのね、ありがとう。今日もありがとうございます、ほなまたね、ほなまたねとかあんま使わんな、伊勢関西弁やん今の。大好きだよ、大好きだよ。水田さんの公演また見に行くわ、待ってるよ。4月いっぱいいっぱいあんのかな、公演どうやろ。オンデマ最善します、オンデマンドのこと、オンデマっていいな、オンデマ、オンデマ最善いいね、使おう。ありがとうございました、バイバーイ。危ない危ない、どこで使うかって、なんかどこやろうな、どこで使うんやろう。確かに。ありがとう。